いや父様ね悪魔だからね。あでも父様がちょっと悪魔な証明していきましょうよ。じゃあこちら行きますか。なるほどね。はいはい、はい、父様最近実行された悪魔的所業は何かありますでしょうか。いやこれあるでしょ、父様悪魔だしね、悪いことの一つや二つ三つね十個ぐらいあるでしょきっとね。悪魔的所業やっぱりなんかとはまずね、あの、うん、悪魔だから、うん、まあ、その自分がやった悪いことはまず忘れるってことが悪魔的だなそれ。あとは、うん、なんか猫が、うん、猫がいつも水こぼしたりとか、うん、本当に何回もこぼしてイライラしたりとかしてそれはどっちかっていうと猫ちゃんの悪魔的所業じゃね。だけどそれに対して、うんうんうん、なんかカチンできたからお風呂に入れるふりするとか。あーなるほどね。そっかそっか、猫ちゃんねお風呂とか絶対嫌だもんね。はい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 、ちょっとこうお仕置きじゃないけど入れちゃうぞみたいなね。でもなんかそれもうなんか父様と猫がただ戯れてるだけにしか見えないんだけど。あとはなんか結構なんかトアのことがすごい好きでトアの後ろをついてくるから。はいはい、かわいい。部屋移動すると絶対ついてくるのね。うんうんうん、かわいい。だから早く走って扉の後ろに隠れて猫が入ってきた瞬間にわっていう。かわいすぎるでしょ。何やってんの。なんか隠れる前に、はいはいはい、なんか猫の方が早くて、うん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 、猫がもう来ててトアがびっくりして叫ぶっていう。わーってもう来てるって。トア様それはねただのかわいい日常エピソードなんよ。なるほどね。この悪魔的修行が分かんないか、ない、うん、一般のそういう方には分からんか。あまあちょっと僕はね悪魔界の基準で言うと分からないんですけど、人間界の基準で言うとそれはただ猫好きな猫と飼い主の話ですね。あ、うん、あただただ可愛いだけですね。まあ、ね、あまあ、まあ、ほうね、うん、